皆さんこんにちは、三上雅史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、僕は今マレーシアにおります。詳しくは前回の動画をご覧いただけますと幸いです。マレーシアで植物探求をしております。というわけで今回も植物紹介いきましょう。見つけました、こちらご覧ください。いやー、ありましたありました、ポトスです。ポトス、なんといっても以前私ポトスご紹介した際にタワー仕立てで上へ上へ這わせることで大きく育てることができるんだよっていうふうにね、お伝えしていたんですが、まさにこういうことなんです。これもう普通にこんな風になってるんですよ。おそらくこんな風に仕立てようとして植えたんじゃなくて、よく見たら下にですね、これポトスいっぱいこう横に這わせてグラウンドカバーみたいに仕立ててるんですよね。これいいアイデアですよね、素晴らしい。で、これは幼い葉っぱなわけですよ。本来はもっともっと大きく育つわけなんですね。で、これ下に今グラウンドカバーのように横に這わせてるとやっぱり全部こう小さい葉っぱなんですが、ここからいや、もっと大きくなりたいよっていうポトスが上へ伸びようとしたわけです。これ見てください、しがみつくところを見つけたわけですね。そう、この大きな木にしがみついていってます。これ自然になってるんです。実際この茎のところから気根っていうものが生えてきて、それがこういった幹などにくっつくわけです。ありました、ありました、こういうことですね。これを活用して、こちらを活用して上上這わせたのが以前私ご紹介したポトスタワーです。その時はですね、この擬似的な木を作るために支柱のですね、タワー型の支柱にその中に水苔を詰めて作りました。で、実際上に上にね、張っていってくれたんですけども、はい、こちらこんな風に上上へしがみつくところを見つけたら伸びていくわけなんです。しっかり張り付いてますよ。ちょっと触ってみても、いや、もう取れない、がっちりくっついてます。いやー、素晴らしい。で、わかりますかね、葉っぱ大きくなっていってますよね。めちゃくちゃ大きくなってます。下からこんな風にだんだん葉が大きくなってるの分かりますかね。いやいやいや、一気に大きくなってきました。しがみつくところを見つけて上へ伸びると、上上伸びていくとこんな風に葉が大きく成長していく。いや、上のところなんてもうほんと大きいですよ。いいことですね、まだまだ上に行こうとしてます。はい、こちらをね、現地でね、見たかったので、もう普通にありましたね。今ちょっとね、街の中の買い物をね、しようと思って歩いていたら見つけました。おのずとね、上上伸びていくっていうのが分かりますよね。なぜかというと、植物はみんなやっぱり上伸びて上でしっかり日光を浴びたいわけなんですよ。なので見つけたら一気に上に行くと、ね、上の方はしっかりお日様こんな風に浴びることができるので、その分葉は大きく成長するわけなんです。これが大人の葉っぱですね。本来はこういう姿になれる植物、それがポトスなんです。で、日本でもしっかりと日光にもね、当てて肥料もやれば、そして上上仕立てればこんな風に大きくするのも夢ではないというところなんです。マレーシアはですね、平均気温30度前後ですから、そのぐらいの気候があって、気温があって、そして雨もたくさん降ります。でもカラッと晴れるんですね。で、日光もしっかりこんな風に当たっているわけなんです。で、わかるのは、ポトスは耐陰性で日陰気味に特にね、強い性質持ってるんですけど、こうやってしがみついていくわけですから、おのずとその元々の木の影になるわけですね。木漏れ日になるわけですよ。ですから日陰に耐える力は元来備わっているということがわかりますね。とはいえ、やっぱり日光が欲しいから上に行くと、で、上に行けば行くほどしっかりと大きくなるっていうのがわかります。ちなみにポトスの育て方なんですけども、日光やっぱり大事ですね。こう見ての通り、本来はこんな風にしっかり日を浴びるわけなんです。おすすめは室内で育てる場合も、できれば窓辺ですね。
で完全に日陰は NG です。日陰、日が全くないと生きられません、まあ、こちらを見ればもう一目瞭然です。日光を浴びて生きる植物です。そして水やりですが、ポトスは水大好きなんですよ。マレーシアはね、たっぷり雨が降る、その雨をね、しっかり含むのがポトスという感じですから、まあ、水はですね、土が乾いたら、鉢植えの場合、鉢の土がまあしっかり乾いたらですね、水はたっぷりと鉢底から流れ出るまで与えてください。やっぱりポトスを大きくするコツはですね、とにかく上に伸ばすということと、そして日光、さらに水をしっかりやる、そして肥料ですね。で肥料がやっぱり大事で、こちらはですね、手入れされている場所なので、やっぱりね、チェックしてたんですが、この植物を管理されている方がしっかりね、肥料を与えてましたね。肥料やってるわけなんです。そしてこの土自体もね、しっかりとしたいい土です。栄養も豊富に含んだ土ですから、肥えた土ですから、こんな風にぐんぐん伸びることができるということなんです。ですからポトスは大きく育ててほしいですね。上伸ばして巨大ポトスを目指していただきたいと思います。僕もね、日本に行った時にポトスタワー作って大きく育てることができましたから、でもっともっとね、ポトスタワーも大きくすればするほどこのように大きくなれてるかはっきりね、分かりますからね。本当は外で日光をしっかり浴びて育つっていう植物ですから、観葉植物といえどもやっぱり日光にしっかり当てて肥料も与えてみてください。で、観葉植物用の肥料を悩んだらですね、ボタナイスですね、ボタナイス固形の肥料ありますから、こちらをですね、規定量しっかり書いてありますので、そちらをやっていただければぐっと成長してくれます。実際僕こちらの肥料を使ってですね、日本でも大きく育てることができました。はい、というわけで今回は普通に街中に木にしがみついて大きく育っている本来あるべき姿のポトスをご紹介しました。ぜひ改めて皆さん、ポトスタワーを作ってお家でも巨大ポトスを目指してみてください。以上、今回もマレーシアからお送りしました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。植物とある暮らし楽しんでいきましょう。ありがとうございました。